やっと係長に復帰できたな。野田信子ちゃんと肩を並べて働く屈辱の日々から抜け出した。あ、そうだ。上司に戻ったんだから、上司として何か怒ってやろうかな。うん。上司としてっていい響きだな。と言っても、今まで人に怒ったことないからな。何を怒ればいいかわかんないな。みんなは何を怒ってほしいコメントで教えて。ほら、定時だよ。仕事はここまで。どうしたんだサービス残業しろって言わないだと大丈夫かな。頭でも打ったのかな。頭の防御力低いから、かなりのダメージを受けたはずだよね。ところで君たち、仕事帰りに行きたいところない私のりで連れてってあげるよ。急に優しくなりやがって死ぬのか富沢の死亡フラグが去ったのか脳がうんじゃったのね。 言っとといて10倍請求されるとか本人は気づいてないのかしら頭の中ぐちゃぐちゃになってるのにだったら安い方がいいよなそれに食べ物は避けた方がいい食べ物の恩は値段以上にでかいからなつまりは。 戦闘に行きたいかないいかも。お湯に浸かって治るとは思えないけどね。賛成です。うん。君たちが何考えてるのか私にはわからないけど、ろくでもない内容なのは間違いないだろうね。戦闘なんて久しぶりだな。日頃の疲れをゆっくり癒してよ。私登りだからね。お風呂上がりのフルーツ牛乳もごっち,ちゃうからね。やった。やっぱりおかしいぞ。富さんが何か企んでるとしたら、散々おもちゃにして遊んだ僕への復讐かまずいな。事故に見せかけて溺れさせるつもりだぞ。いや、係長に復帰したばかりなのに、そんなことするかするね。僕ならする。先に手を打たれば。どうしたの、野々君。ものすごく悪い顔してるけど。いや、なんでもないです。あー 首だって僕ったらほんとうっかりさんなんだからそれ先に言ってよちょっと行ってくる先入ってていいからねお疲れ様ですじゃあ入ってよっか後でね体洗ってあげようか <laughs> よーしあとあとお疲れ様ですここの銭湯は赤いのれんが男湯だそうです僕間違っちゃって青に入ったら怒られちゃいました気をつけてくださいねこれでよしとクククク僕ははめようとしたのが悪いんだぞなんだよ社長室行ったらお呼びでないって言われちゃったよ野良君だからしょうがないけどえっと赤が男湯だったね だな。富沢どうなるかな？楽しみだな。あれ、誰もいない。この時間は空いてるんだな。さて、上司として野良くんと裸な付き合いするか、上司としてうん。いい響きだ。ああ、い,い湯だな。体の芯から温まる。これまでのストレスが溶けていくようだって。あれと富澤係か長、本当に脳が産んでますか？何産んでるって信子ちゃんこそこっち男湯だよ。違いますよ。こっち女湯です。 あれだってノラくんがキャー変態やめてやめてって変態じゃないから物を投げないでくださいキャーキャーあう股間はやめてみんな股間に集中攻撃よせいややめやめやめてそんなにぶつけられたら私の政権が取れちゃうから女にいで正解になっちゃうから出てけばいいと思いますようん出てっからやめてごめんなさい女にて騒がしいな期待通り富澤がやってくれたんだな本当トいい山ちゃん はー気持ちいいノラ死ねー。やめてくださいボク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 おげないボクボクボクご飯とタクシー代出すから今日のことは会社には秘密にしててわかりましたよ富沢さん先日は飲み会ありがとうございましたタクシー代までいただいてしまってすみませんおおいいんだよ上司として当選のことをしただけだよ富沢さん優しいいやいや1万円ありがとうございましたいいんだよあんまり金額で言わないけどねこういう時今日うも仕事頑張りますおお頑張っていやー気分がいいなノラくんもお礼言ってくれたし私が上司として成長しているのかな、えー 最近問題児だった野良くんもお礼を言えるようになってきたしちょっといいことが続いてるな景気づけにパチンコでもやろうかな今の私なら勝てる気がするついでにこのチャンネルの登録者も増えないかなさてどの台にしようかなおやあそこに座っているのは野良くんじゃないか奇遇だないやー駅前のパチンコ屋にいるんだけどさ全然当たんないよ嫌になっちゃうねあっ 電話してるのか電話が終わったら声をかけようかなパチンコ終わりにご飯でも連れて行ってあげようかなあの前に話したハゲ調子いるじゃんあいつとこの前飲み会に行ってさそれで運気が落ちてるのかも落とすのは自分の抜け毛だけにしろよなまったくえ私の悪口言ってないいやでも社内にハゲてる上司はいっぱいいるかその富沢がさ確信になっちゃったよはっきりと富沢って聞こえたよ嘘でしょああもう1万溶けそうだわあ大丈夫これその富沢からもらった1万だからタクシー代とか言ってえあのお金使うの てるの？終電逃しちゃったって言ってたからタクシー代あげたのにそうそう終電ないって嘘ついたら金巻き上げられたのよちょろかったわクズじゃんやっぱりクズじゃん信じられないよ あー1万どけちゃったわ。まあ汚い金だから何も思わないな。汚い金来週の土日は一発当てるわ。え金なんかないよ。富沢からまた巻き上げていいんだよあいつー出勤で会った時にちょっと休ましたとか言っとけば余裕だろ。舐めすぎだろ。女性に言うならまだしもおじさんだぞ。もしくはシャンプー買いましたいい香りですね。これでいける。それは絶対違うだろ。おじさんだから。女性に言うやつだからそれ。ハゲてるおじさんだから。私もしケチっ,って金くれなかったら金貸してよ。頼む。あいつなんで友達いるんだよ。 あ、富沢さん、おはようございます。おはよう。あれいい香りしますね。シャンプー変えたんですかそっちにしたんかいそっちいや、あのさ。あ、痩せましたシュッとしてる気がします。二つ採用してるじゃん。あの、野良くん。何ですかわざとらしく褒めてもお金あげないよ。ち、そんなつもりじゃないですよ。下打ちしたじゃん。野良くん、無駄話はいいから仕事をしなさい。はい。まずこのチラシを500枚印刷してきて。500枚ですかああ、そうだ。プリンター壊れちゃってさ。悪いんだけど、コンビニで印刷してきて。ええ ?500 枚もコンビニで印刷するんですかそれが終わったら企画書作って提出。お昼までにね。お昼まで終わったらトイレイレ。 お願い、ね、ちょちょっとなんすか急になんでそんなにたくさん仕事を押し付けるんですか上司から部下に仕事を頼むのに理由なんかいらないでしょいやいや量がおかしいんですよなんで僕ばっかりパチンコ屋での陰口聞いてたからえ全部聞いたから落とすのは自分の抜け毛だけにしろよなあたりから全部えちょっと待ってください何かの間違いです私がしけたタクシー代もパチンコに使ったんだろうこのクズすすいませんあのパチンコ屋での話どこまで聞いてましたはああんまり覚えてないけど富沢に金もらえなかったら金貸してよみたいなところまでだよよかった もっと悪いこと言ったのあの後嘘でしょいや、そういうわけじゃなくて。何言ったんだよ。もういっそ言えよ。モブ子さんのことをエロい目で見てるって。聞かなきゃよかった。そんな目で見てないから、モブ子さん誤解しないで。ハゲの人って男性ホルモンの分泌量が多いから性欲が強いって。黙れよ。陰口で科学的背景を出すな。私、コンビニで印刷してきます。気まずくなっちゃったじゃん。人の悪口は言うもんじゃないよね。でも僕に代わってクソ上司の悪口を言ってくれる人、コメント欄にガンガン書き込んじゃった 野良くん、作ってくれた資料、よくできてるね。ありがとうございます。富沢係長のご指導の賜物ですよ。<あ> <laughs> <laughs> いや、気持ち悪いんですけど、二人とも何かあったんですかいつもこんな感じだけど、つい表に出てしまっていたか、でも言えない。今夜パパ活サイトで出会ったこと遊びに行くからはしゃいでるなんて。僕も通常運転ですよ。今夜マッチングアプリで出会ったことを遊びに行くからはしゃいでるなんて。絶対に言えない。ね、ねえ、野良くん。ですよね、富沢係長。あ、もうすぐ定時だ。仕事終わらせなきゃ。うわ。うよし、終わったから帰るね。まっすぐ家に帰るからね。お疲れ様僕も帰りまっす。 でした絶対たかあるわねくんくンはーはーよし匂いオッケーパンツも綺麗なの履いてるしいきなりホテル行くことになっても大丈夫ワクワクしちゃうな娘とあんまり歳が変わらないこと遊ぶなんて配い感が逆にたまらないなお財布にお金も入ってるしもしホテルに行くことになっても大丈夫どうもノラです違うなもっと爽やかにいった方がいいかないやー僕くノラはじめまして富沢ですもっと渋い方がいいかなごきげんよう富沢ですもうすぐ待ち合わせの駅かなんか緊張してきたなそこ右に曲がったところでおろしてください先に来ちゃってるかなとしいもなく緊張するなあーやばいマジで緊張してきたみん みんな私に僕に応援のメッセージ待ってます。のます女の子まだ来てないみたいだな。早く着いちゃったからな。よかったまだ来てなかった。女の子を待たせたら悪いもんね。え？なん<え>でいいの？係長こそなんで。まっすぐ家に帰るって言ったじゃん。やばいぞ。今女の子来たら彼女を嘘にマッチングアプリ利用してるのバレちゃうぞ。まいったな。この場に女の子来たらパパカツがバレちゃう。お待たせしました。ごきげんよう。富ミです。いや僕のラ。え？えごめんね。二人ともプロフィールが面白かったからダブルブッキングしちゃった。まさかのノラくんと。 嘘だろうおい。それで話してみて面白い方と一緒に遊ぶことにするの。もちろん盛り上がったら朝までね。上司として命令する。お前どっか行け。ふざけんなよ。お前が消えろあれもしかして知り合いだった違います。こんなクソハゲ知らないな。そうなんだ。だって富沢さんは宇宙開発のトップギ業アの社長さんでしょそれで野良さんは全世界1000万本売れたゲームの仕掛け人でしょ意外と設定あるのかなって思っちゃった。誰が宇宙開発の社長だここをロケットに縛り付けて飛ばすぞ。嘘をつけ。こいつが仕掛けられるのは小学生レベルのいたずらだけだぞ。あれ違ったそうです。社長です。仕掛け人です。富沢さんは年収1000億円で 先週も宇宙にバカンスに行ったのよね。そうそうです。君にも青くて丸い地球を見せたかったな。まあ、そこのなんて言ったかな。ホラふきのホラ君だっけ？彼には無理だろうね。誰がホラだ。野良さんは超大作ゲームの打ち合わせで世界中飛び回ってるのよね。そうなんだよね。今日もつい30分前にロンドンから帰ってきたばっかなんだよね。所詮は地球規模の仕事か。私に比べるとちっちゃいな。僕の仕事は地に足をつけて、世界中の人を笑顔にする仕事なんだね。なんか二人って仲良くなれそうじゃない。誰がこのやつと私もお断りだそうかな。意外といいコンビだと思うけどな。 あ、そうだ今度、職場に遊びに行ってもいいダメだダメどうして宇宙にもゲームにも興味あるのに絶対にダメ,にダメあれ富沢係長と野良くんじゃないでて野良くん、得意先への入金忘れてたでしょしっかりしてよね。係長入金私、姓は富沢、なお係長と申します。仕掛人だってお金扱うし何言ってんの係長は役職だし、お金扱うのが仕事でしょそれじゃ二人とも、また明日会社でね。そこのクソ野郎二匹はい、はい、消えろすみませんでした,でした帰ろかっかまっすぐ家に。お疲れ様でした 野良くんこれとこれとこれ、お願いね。何ですこれ。富澤係長のお墓ですか仕事だよ。今日中にお願いね。こんなやったら過労死するけど、僕のお墓になりますけど。はい。お口じゃなくて手を動かす。私の出世のために、じゃんじゃん仕事しちゃってね。クソ上司私も手伝おうか当たり前だろうこのメス豚タがドシ人で頑張ってね。マジでムカ,つくムカつくムカつくムカつく僕をこき使ったことを後悔させてやるとびっきりのイタずら仕掛けてやるからなそうだ試してみたいとずらがあったんだその名もクソ上司はメルカリで出品してみた早速登録だあ、みんなもよかったらメルカリじゃなくてチャンネル登録してね。写真 商品名は富沢と商品説明は何でもするよペロペロ僕何でもするからねペロペロペロうんこれでよし値段はそうだな3億円はい登録終了っとこれ見た人は富沢バカだって思って笑うだろうなあーすっきりしたうんって売れてる富沢が即完売してるは,ははまさかまさかだって3億円だしって3億円入金されてるどうしようどうしようあそうだ僕も3億円で登録してみようと即完売だろうけどさここはどこだ私は一体何をそうだ会社に向かってる途中で意識を失ったんだでもここって会社でも病院でもないよなまさかデスゲームに巻き込まれて目覚めたようだな ゲームに参加しないぞなんだゲームって俺は富澤の飼い主だよは富澤とは私のことかははわからないのかお前を売られたんだよははははそういうことか野良くん見てるんだろ君が仕掛けたいたずらだってバレてるからね何言ってるそれもおもちゃでしょこれが <laughs> 今日からお前は俺たちのものだハハ <laughs> 俺たちとはマフィアだハハハ何が面白いあいやあまりに急展開だったので自分が社長になった姿を想像して現実投意してました悲しいやつだな残念ながらお前が社長になる現実は訪れない今日から工場作業員として働くのだからな工場って何工場さあ働け働けちょっとやめて働くって一体どうすれば簡単だ向こうから白い粉が流れてくるそれを決められた量だけ袋に詰める以上だえっと白い粉とはあハッピーターンについてるやつ聞きたいのか やめておきますさあじゃんじゃん働けはい頑張ってハッピーターンの白い粉作ります富澤さんどうしちゃったのかしら1週間も会社に来てないけどさあやべえって富澤どうなったんだ絶対に犯罪に巻き込まれてるよなちなみに僕は誰にも変わらなかったぞそれはそれでなんでだよもしかしてなんか知ってる知りません言えねえよメルカリで売ったなんて言えるはずねえよ 事故にでも巻き込まれたのかなかもしれませんね。事故っていうか、今頃解体されてバラ売りされてるかも。なんて絶対に言えねえよってマジで座ってたらどうしよう。奥さんも知らないみたいだし、そうですか。知らせないよな。売り主の僕ですら、どういう流通に乗ったのか知らないんだし。ああやばいなー。まさかこんなことになるなんて思わなかった。無事でいてくれ。富沢大変大変なの。どうしたんですか？反年してなかった便が出たんですか？富沢さんが大変なの？何がどう大変なんですか？海外のマフィアに捕まったんだって。マフィア飼いはマフィアだったのかで。で なんか工場にいたらしくて。ああ、やっぱり工場か。人体解体工場だよな。今頃バラバラか。惜しい人を亡くしましたね。何言ってんの働かされていたのを現地の警察が解放したって。生きてた当たり前でしょ。そうですね。いや、マジで。いたずらもほどほどにしよっと。次はヤフオクくらいにしないとな。 富澤さんがいないと寂しいですねそうっすね有給を取るって言ってたけど会えないとちょっと心配ですね仕事中の暇つぶしができないから長く感じるなーおもちゃだと思ってる皆さんの仕事中の暇つぶしをコメントで教えてほしいですあ、そうだ、今日社長に呼び出されてたんだちょっと行ってきます行ってらっしゃい失礼します、野良です野良くん、お疲れ様はい、毎日疲れています言わなくていいんだよ野良くん、君を呼び出した理由なんだが 給料アップでずうずうしいね。違うんですか最近、業績が下がっているだろう。はあ、でも、これは野良くんのせいではない。教育係の富沢君に責任があると思うんだ。僕もそう思います。君、一言多いね。まあいいや、そこで新しい君の上司を紹介する。え新しい上司剛力くんだ。はじめまして、剛力だ。今日から君の上司になる。はい、野良です。なんか剛力って強そうな名前ですね。無駄口を叩くな。仕事に必要のない会話を極力控えろ。え私はこの会社に入る前、軍隊にいた。軍隊徹底的に君のことを教育する。えなんかヤバそうじゃないこの展開。おい、野ラ 企画書の提出が君だけまだじゃないか締め切りは昨日だろう。あれそうでしたっけ作ってないのかいややったんですけど家に忘れちゃって小学生の宿題的なありましたよねそういうこと無駄口を叩くなやったのかやってないのかって聞いてるんだよ言ってません今すぐやれ昼休憩はなしだええー、昼休憩は取らせてくださいよダメだやるべきことをやってないんだから休憩を取る資格などない早く取り掛かれひー終わったら顧客リストの作成取引先への挨拶回り他の社員が退勤した後はトイレ掃除だえー ちょっと待ってくださいよ。残業するってことですか？なんか文句あるのか？今日は定時に上がってパチンコ行きたいっすよ。勝てる気がするんで。仕事舐めてんのか？まずはその腐った根性を叩き直してやろうか。すみません、やります。何でもします。仕事大好きです。さっさと取りかかれ。はい。ふう。今月はあの納金上司のせいで20 0時間も残業させられた。たまったもんじゃないよ。でもその分給料が楽しみだ。いくら入ってるのかな？18万？え？いつもと変わらないじゃん。あんなに残業したのに。ちょっとゴウリキさん。どうした？残業代が1円も振り込まれてません。はあ？何を言ってるんだ君は。社員たるもの会社に尽くすのが義務だろう。 残業は義務だ、社員としてのそこに給料など発生しない。勘弁してくださいよ。我々はいわば会社にとっての兵隊だ。会社のために体を捧げる。一人一人がそうすることで会社が大きくなるんだ。もう我慢できない。社長に時間判しよう。心臓を捧げよう進撃の巨人じゃん社長いや、良くんゴーリキ君とはうまくやっているかな社長、それについてなのですが。なんだね、まさかゴーリキ君が厳しすぎるから上司を変えてくれとか言うんじゃないだろうな。やべ、あいや、ゴーリキさんは素晴らしい上司なんですけども。それはよかった。 あの自分はやはり富澤さんと仕事がしたくて、僕はこの会社に入った時から今まで丁寧に面倒を見てくれたのは他でもない富澤さんです。ほう僕はこの会社が人生で初めての社会なんです。その初めての社会で馴染めるように面倒を見てくれた富澤さんはいわば僕のお父さんです。お父さん。やべ、ちょっとわざとらしすぎたかな。感動した。え？まさか君がそんなに富澤君のことを慕っていたなんて感動したよ。え、うまくいった？私は業績よりも大切な何かを忘れていた。明日からは富澤君を出勤させる。つまり明日から君の上司は富澤君だ。社長、ありがとうございます。なか分かんないけどよかった。 君の心からの言葉に感動したよ。この人、簡単に詐欺とか引っかかりそうだな。隣の部署の新しい係長は見ました元屋の武藤派って感じだよね。ですね。どこかに広い富沢係長とは大違いだ。どこかって私に限定したよね。名指しで比較してけなしたよね。意外妄想はやめた方がいいですよ。私だってね、かつて地元では悪で有名だったんだからね。ええ、そうなんですね。何その左から右に聞き流してる返事は、そもそも昔悪でしたみたいな自慢は、いい年した大人がするもんじゃないよ。私みたいに鉄パイプとかナイフ持った10人を無傷で叩きのめしたなんて自慢はね。ええ10人をね、すごい。どうやってですか こうしてこうしてこんな感じでねさらにこうしてこうしてこうクソ上司な妄想はまだ続くから今のうちにチャンネル登録どうぞそこでこうして <laughs>、はああ今日もコンビニ弁当かクソを今日こそ妻にガツンと言ってやる私をあんまり舐めるなよご飯作れって <laughs> って言いたいな どこ見て歩いてるんだよ。こっちは妻に夕飯作ってもらえなくてイライラしてるんだぞ。えてめえこそどこ見て歩いてんだこれひ明らかにヤバいやつとエンカウントしてしまった。最初の村から出たらいきなり魔王と出会った勇者の気分だよ。ならば逃げる一択だ、間違えました。失礼します。おい、待てや。ここ見ろよ。肩の部分すれちまっただろ。この服だけんだけど。弁償かなこれや。最悪だ。何万も請求されるやつだ。財布にいくらあったかなねえ、聞いてる。この服100万したんだわ。払ってもらうよ。すぐにな。100万そんなの払えるわけないだろ、バカか。ああ しまった。つい口に出してしまった。てめえ、今なんつったぶっ飛ばされてるのか、これこうなったら戦うを選ぶしかない。バカかと言ったんだよ。耳が遠いのかなもしもーし。あんなとは、はてめえ、やっちまうぞ。私をやるんだって。本当にバカだな。これでも学生時代は柔道部とボクシング部を掛け持ちしててね。現役の時なんて狂気を持って相手て20人を余裕で倒したもんさ。こうしてこうしてこんな感じでね。ま、マジか。マジだよ。聞いた。私のハッタリが会心の一撃。ビビったのならお前が逃げるを選択するんだ。やべえ奴にに喧喧打ちまった。怪我したくなかったら引いた方が身のためだよ。そう言ってく 早く行こう。行っていいすか行かせるかよ。いや、でも僕、見解弱いんで。君じゃなくて、なんでうちの妻がここにいるんだよ。妻何言ってんすかこれは僕のハニーです。そ、そうよ。人違いだから、ね、もう行こうって。最近帰りが遅いと思ったら、私の夕飯も作らず、男と遊び歩いてたのか、ふざけるのもいい加減にしろ。あんたみたいなハゲ知らないって、どっか行ってよ。どっか行けじゃない。お前は今すぐ家に帰るんだ。知らないし、本当に知らないんだからね。こう言ってるんでやめてもらっていいすかお前は関係ないだろ。引っ込んでろよ。僕ってバカでクズですけど、女を守るためなら命あるんで。かっこいい。だったらやってやるよ。<laughs> どうしたんですかなんか見るからにボロボロですけど。別に何でもないよ。私のことはいいから仕事しろ。ほっとけるわけないじゃないですか。僕の上司がそんなボロボロになってるのに、ゴミクーズと間違えられて廃棄されそうなぐらいボロボロになってるのに。うるさいな。仕事しろ。あ、わかった。絶対にあれだ。わかるわけないだろ。いいから仕事しろよ。奥さんが不倫してたんでしょ。その現場に出くわして相手の男にボコボコにされたんだ。それでゴミクーズ状態で機嫌が悪いんですね。なんで当たった正解でしょ商品もらえるあげるよ。たくさんあげるからね。これと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  全部教場にね。八つ当たりだよね。違うから。通常業務だから。いや八つ当たりでしょ。妻のやつ、私という立派で素敵な夫がいながら、浮気なんかしやがって、いいもんね。私も浮気してやるんだから。ふふふ。今夜、約束してる女性と本気になっても知らないからな。待って、私が悪かったの。だから私を捨てないんで。なんて、ぷぷぷ。うわー、富沢係長、ブツブツ言いながらニヤニヤしてるよ。あんな気持ち悪い生き物、初めて見た。なんかいいことあったのよ。コンビニの店員さんが挨拶してくれたとか、そんな些細なことで最大限の幸せを感じてる最中なのよ。店員のマニュアル接客に喜ぶなんて、どんだけ孤独なのあのくそ上司。あ、定 よろしく。僕の考え囁いている。離婚すれば絶対に面白いものが見れるとあ。僕も用事あるんで帰ります。僕の分も仕事やっとけよ。<laughs> あ、明日やりますから。ふふ <laughs> ずっとスマホ見ながらニヤついてやがる。今すぐ通報されるレベルで気持ち悪いぞ。<laughs> ってあいつまさかスマホで調達してないだろうな。いくらなんでもそんな最低なことするとは思えないけど。だけど、あのニヤつきを絶対にいやらしいこと考えてるのに違いないそうか。フリンカクソ上司のくせにフリンカこれ楽しみだ。ニヤつくのも今のうちだ証拠を抑えて目一杯おもちゃにしてやんよ。ククククク。<laughs> 遅いな。待ち合わせ場所、ここでいいんだよな。そろそろしやがって。不倫相手を待ってるんだな。お待たせー。来た。来たー。ごめんなさい。待たせちゃったかな。全然。私も今来たところだから。本当に。だって約束の時間から5分も過ぎてるし。いいのいいの気にしないで。そう。ありがとう。かわいい。うちの妻がゾウリムシに思えてくるぐらいかわいい。あんまり顔じラじラ見ないでよ。恥ずかしいでしょ。ご、ごめんなさい。ついかわいかったもんで。えあ、いや、その、はい。もう。ああなんてかわいいんだ。妻のことなんて忘れてしまおう。そうだ。ご飯行きましょう。そうですね。どこがいいかな。クソだイチャイチャちゃがっててやがって。 とあれどっかで見た女なだなっておい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 まっさかすぎるだろハンバーグでもどうですかいいと思う私はお肉大好き肉食系これはいきなりホテルもあるぞあれこんなところで奇遇ですねの野呂くんどうしてここにお元気でしたか元気も何もさっきあったばっかじゃ違いますって富沢係長じゃなくてこちらのえ知り合いそうです僕の高校の恩師ですよねえ竹雄先生聞く 教師だったの肉食系の教師と不倫ってなんだか逆にそそられちゃうなひ人近いです違ってませんってどれだけ化粧しても分かりますよ確かに僕が知ってる武雄先生は男性ですけどえ男性っていやーたくさん世話になりましたからね何発殴られたことか今なら絶対にアウトですよねどどういうことですノラお前大人になっても人をちょくるのが好きみたいだなこ声があやっぱり武雄先生だお久しぶりです久しぶりじゃない説教してやる嫌ですよー待てーノラ男だった本気になりかけてたのに私の心をもてんだな あおはようございます。おおはよう。珍しく元気いっぱいね。はい。昨日はいい運動したんで。う野ノラ君ってスポーツするんだっけいやー、たまたま体育教師と再会しちゃいましたね。一緒に走ったんですよ。その体育教師と朝までハッスルしようとした人もいましたけど。ねえ、富沢係かか長。うん。知らぬな仏って言いますけど、もしかして知った上でのあれですか趣味広いですね。ちょっと何言ってんの何かあったの実はね、ノラ君、何か食べたいものはないかな私が買ってきてあげるよ。だったらハンバーグ。僕、お肉大好き。それ好きだよな。体育教師だもんな。勘弁してください。ん トミさん人を見る目がないな俺もそろそろ彼女作るか 彼女欲しい。遊ぶ金出してくれる年上の彼女が欲しいの。よし、こうなったらマッチングアプリだ。まずは顔で選別してっと。どれどれお、この子いいんじゃないしかも年上だし。君に決めた。とりあえず、お約束を取り付けてっと。一目ぼれしました。会ってお話しませんかいいですよ。よし、来た。楽しくなってきた。みんなも登録してみてよ。例のチャンスはないけど、ぜひ、うちのチャンネルにね、ワクワクしすぎて1時間前に来ちゃったよ。でも、そろそろ来る頃かな。あの、すみません。来た。マッチングアプリで約束した人だよね。おいおい、嘘だろ写真と全くの別人じゃねえか。これをどういじったらあんの最先端の CG でも使ったのあ、そうか 私の体に興味持っちゃったの気が早いわねでもそういう子好きよ違いますチャックを探しただけですそもそも人違いじゃないですかなにチャックってあと人違いじゃないからっていうか違ってもいいあなたのこと一目で気に入っちゃったんだもん早速だけどホテル行きましょう逃げなきゃ逃げなきゃ逃げなきゃこの肉食系女子っていうか西洋の怪物オうに骨まで食われちまうあでも僕知らない人とホテルに行っちゃダメって両親から厳しく言われててそうなのそれは残念ねだったら今すぐ知り合いましょう手とり足取とり私のこと教えてあげる怖いよ手足もぎ取られて食べられちゃうよほら一緒に楽しもうねし知り合うにしてもまずおかでね。まあいっか。 体動かす前にたくさん食べておきたいし。どこかで逃げるチャンスがあるはずだ。それにかけるしかない。えっと、何にしよっかな。スっぽンサンドとかないかな。マムシドリンク入りコーヒーとか。どんな喫茶店だよ。何をやる気なチェアなんだよ。で、あれメガネで初めて気づいたけど、この人どこかでうなぎパイでもいいんだけどな。はっこの人、高校時代の数学の先生だ。嘘だろなんでよりによって先生なんだよ。教室で数学を教わった人に、ベッドで数学を教わることになるとこだった。どうしたのそんなに私の顔って魅力的ムラムラしちゃうしないです。あれ今気づいたけど、どこかで会ったことあるもう何度も私と寝 両方ともないです。向こうはまだ気づいていないようだ。でもいつ気づかれるか時間の問題。元教え子って気づいたら逃がしてもらえるか逆に燃料を投下することになりそうで怖いんだけど、こうなったら僕以外の男に目移りさせて、イケメンになってもらうしかない。どこか手頃な奴はいないのかあ、すみません。アメリカンとナポリタンお願いします。この声はトーミーザワー,ーこんなタイミングで登場するなんて、お前は救いの神か悪いが神だとしても、お前にはイケメンになってもらうぞ。どうしたのそわそわしちゃって、もう我慢できないふふふ、<laughs> 私もよ。いや、そうじゃなくて、僕の後ろにいる人。素敵な中年男性よね。実は知り合いなんですけどね。だったら三人で。いや,いや,いや いや頭見てわかると思いますけど性欲すっごいんですよ髪が薄い人は性欲が強いとは言うわねでしょ実際毎日10人は抱かないと落ち着いて寝れないって言うんですそうなんだ多分僕よりもあちらの方が楽しめると思いますよじゃあ声かけてみようかしらあでも無理やりホテルに連れ込むくらい積極的な女性に興奮するって言ってましたよ <laughs> まあそれは話が早いわねありがとうねまた遊んであげるからねえ何です何です何ですかさらば富澤お前の犠牲は忘れないよ <laughs> おはようございますおはようございます あれどうしたんですやつれてますけどあの、なんていうか、一晩中私を拉致したオーガに搾取され続けたというか、しかも知恵のあるオーガで、オーガに達するたびに耳元で数学の公式を叫ぶオーガで。ちょっと意味がわからないですけど、大変でしたね。本当は全部わかるけど。今日はまともに働けないけど、ごめんね。それはいつものことだけど、いいですよ。僕は元気を持て余してるくらいなんで、休んでてくださいよ。嘘みたいに優しいね。そうですまさかだけど。さーて、お仕事お仕事。君かい君がオーガを差し向けたのかい張り切って働きましょう。富沢の犠牲を無駄にしないために、今度こそ真剣に彼女を作ろうと。 そこのチェリーバージンでもよく聞けそして先争の眼差しを向けるがいい僕に彼女ができたぞうらやましいだろうハッハッよかったねでも私は娘いるしチェリーじゃないからねあとでお赤飯ご馳走してあげるねいやもっとなんかリアクションあるでしょ我慢しないで祝福してくれていいんだようんだからおめでとうどうせすぐ別れるだろうけどおめでとうでも彼女の前ではそんなことしたらダメよどうせすぐ別れるだろうけど <laughs> ありがとうありがとうみんなもお祝い代わりにチャンネル登録してね <laughs> 5分で楽ちん。DT を捨てる方法。これはこれで気になるな。恋人をキュンキュンさせます。一撃必殺編。まずはこういうところからだな。明日彼女が初めてうちに来るんだ。所定キュンキュンさせて、DT を捨てよう。えーっと、なになに恋人をキュンとさせるには、初級編、優しく名前を呼ぶ。なんと、そうだったか。メス豚とか布をれば惚れると思ってたのに。めんどくさいな。上級編見てみよう。壁ドン。なるほど。壁に追い詰めて相手の目を見ながら壁をドン。うん、これだ。目を見ながら壁をドンだな。あ。 カん壁をどんカレーおどんカをどん,をどん,をどん,をどんしまったいざやるとなると緊張してきた間違って彼女の顔面をどうしないようにしないとな来たお邪魔します意外とシスなんだね広さはミケリンのお部屋の半分くらいだしここって何のお部屋なの部屋っていうかワンルームの家あれ家にお部屋たくさんあるって言ってなかったっけミケリンの勘違いそうだった金持ちのふりしてくどいたんだった貧乏だってバレないようにしないとここは何ていうか今家は5階建てに改装工事してるからミニマムな仮の住まいっていうかすごい完成したらミケリンも見たいうんもちろんだよバレる前にキンキンさせて完全に惚れさせないと そうだ、水飲むえ、水コーヒーとかお茶じゃなくて水、水ほら、仮の住まいだから用意がなくてそうだよね、だったらお水ちょうだいうん、もういいだろ、う。そろそろドンタイムだドンだぞ、ドンだ、みけりんどうしたのあ、お水はレモン味がいいドーんうんしまった、つい自分でドーんって言っちゃったあなたの心の隙間、多めしますじゃないんだから緊張してるからって何してんだよ どうしたの仕切り直しだミケリンうん反応が薄いぞもっとリアクションあってもいいんじゃないか最近はみんなリアクションが下手なのかだったらもう一度強くミケリンへミケリン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 ちょっと怖いかなうるさーい壁をどん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 何してんだお大家さんあんたなろくに家賃払ってないくせに近所迷惑のことしやがってえ家賃だいたい前からうるさかったんだよよなよな大音量でいやらしい動画見たり富澤って言ったかなんかそんな名前を大声で叫んだりもう我慢なら出てってくれえいやちょっと待ってミケリン関係ないあああおい人だよねちょっともう か金ないの何のことかなミケリンのこと騙してたのお金持ちになる夢っていうか計画はたくさんあるんだけどねいつも誰かに邪魔されるっていうかクソが貧乏人は死ねってミケリンミケリーンうるさーいはあ <laughs> <laughs> どうしたのため息なんてついちゃって恋煩いかなラブラブなんだねうるさいな別れたんだよ僕から振ったんだけどねあっそうなの絶対に振られたな残念だったねでもまたいい出会いがあるわよ絶対に振られたなボブコちゃん私はダメよ抱いてやるから家賃貸せよこのめすが 見る目がない女はもういいや。このイライラをとりあえずおもちゃ、富沢で発散しよっと。今日は家でダラダラするつもりだったのに、なんだよ、ズーム会議って。みんなどんだけ僕と会いたいんだよ。愛されキャラだからしょうがないけどさ。あ、だったらみんなの期待に応えて、ズーム会議でも富沢をおもちゃにしてあげよう。会議なんて退屈だし、みんなも喜ぶはずだよね。あ、富沢をおもちゃにしたい人、チャンネル登録して一緒に遊ぼう。さて、どうやって遊ぼうかな。えー、それでは会議を始めます。社長もご参加いただきありがとうございます。いいんだよ。我が社の命運をかけたプロジェクトの件だろ。重要な案件だからね、私も真剣に話し合いに参加させてもらうよ。ありがとうございます 開けるはずだここが少年場だぞ富沢でも問題があるとしたらこいつだ野良がおとなしくしてるはずはない十分に警戒して臨まないと富沢係長もっとしてないで進行してください時間がもったいないですあそうだねその前にすまんが孫が遊びに来ててね呼ばれて抜けるかもしれないけどその時は進めといてよわかりました真剣にって言葉はどこいったんだよ孫と会社の命運どっちが大事なんだよあ言行ってるそばからちょっと抜けるよはーいおじいちゃんですよえっとでは進めようと思いますあちょっと待ってくださいどうしたの社長だよ孫って言ったけどね実は画面外でいやらしい動画見てるんだよー僕ちんもう我慢できないからちょっと 抜けるっていうか抜いてくるよ最低よし1ポイントいやすまなかったね って何笑ってるのあい,いえ、何でも外議進めてるんだよね。これからです。ちゃんとやってくださいよ。僕だって暇じゃないんですから。こいつ、そういう手で来るか。ええ、では、来季から開始するプロジェクトですが、予算計画を作成したのでご覧ください。ああ、そうか。書類カバンに入れたままだったから、ちょっと取ってくるね。はい、お願いします。みんなは手元にあるよね。はーい。あ僕もカバンに。ちょっと待ってください。いや、野良くんはいいから。あれおかしいな。100万円分のポイント入れたんだけど、いやらしい姿見せてくれないな。ねえ、どうやったらこの子脱ぐのエッチなライブチャットじゃないから、桃子ちゃんは脱がないから。ププププ,プお前らえね。 つかセクハラで訴えるからな。書類持ってきたよ。で、何笑ってるの申し訳ございません。君ね、プロジェクトの重要性分かってんの分かってないよね。真面目さが足らないよね。あ、いえ、野良くんが。野良くんが何真面目に参加してんじゃないのそうですよ。不真面目なのはあなただけですよ。こいつ。で、では続きを、予算計画をご覧ください。あ、ちょっと、孫が書類持って行っちゃった。ダメ落書きしちゃダメでしょ。会議が進まんのはお前のせいでもあるぞ、アホ社長が。あはは僕、アホ社長だよ。アホでも社長できるって、世の中ちょろいよね。あははあ、腹くそ食べるいらないなら僕食べちゃおっと。前かけて食べると美味しいんだよね。あは。 バカじゃないの悪かったねもう席外さないからキューとみざお貴様ふざけるのもいい加減にしろクビになりたいのかだってキゃー大成功みんな楽しそうでよかった <laughs> 野良お前何考えてんだあの後小一時間叱られたんだぞお前のせいだからな怒られたのも出世の道が閉ざされたのも全部お前のせいだお疲れ様でしたズーム会議も悪くないな次は何して遊ぼうかなあ、そうだもぽこちゃん何どうせよからぬこと考えてるんでしょそんなことないよそんなことないけど春田の写真ちょうだい次の会議で使うからさみんな喜ぶよはーい、笑っていいねいいねやめてーほら、視聴者のみんなも喜んでるわよごめんなさい見ないで野良みたいな人はほんと疲れるわ。いい人いないかな続きが気になる人は左の動画をクリックしてね。